広島、山崎康明を打ち崩し、8連勝阻止後のセファンの反応。1日に2度炎上した守護神がいるらしい。広島は3球団のさやを燃やして栗林の仲間を増やしてる。アホチンに全て持ってかれた1日。まあまあこの時期に順位とか気にしてもしゃあないって。去年も一昨年もこんくらいの時に1位のチームは優勝してないんだし。山安の防御率栗林より悪化しててくさ。これがあの日か。広島の島内、これまでそんな印象なかったけどめちゃくちゃ良いストガイだな。島内157キロも出せるんやな。いい9回の対決だった。栗林や山崎より防御率ええのに見切り早いな。見事なレベルでフラグ回収しててグラス。アホチンの日、しかも明日バウアー当番ってのも芸術。細川が阪神倒してくれたのが唯一の救いや。バウアーめちゃくちゃ爆笑してそう。どうせ明日には甲子園で面白いことが起きてそっちが注目されるやろ。コミュニティにて期待の選手や使ってほしい選手、各球団の話などプロ野球ファンの方々と盛り上がれたらと思っています。どの球団のファンの方も大歓迎です。ぜひチャンネル登録お願いします。もちろんコメントと高評価も。